ヒラの仕様、深海での驚きと悲しい過去を告白。キングプリンスル、最新エピソード。こんにちは、皆さん。今回は、キングプリンスのメンバーであり、その明るい笑顔と個性的なエピソードで知られるヒラの仕様さんに焦点を当てた最新のエピソードをご紹介します。彼の高校時代の悲しいエピソードと、深海の驚きに満ちた体験が明らかにされました。 早速、彼の冠番組、キングプリンスルの最新エピソードを紐解いていきましょう。キングプリンスの冠番組、キングプリンスルが4月1日に放送された最新エピソードは、平野紫陽さんの魅力的な一面を余すことなく捉えていました。この回では、クイズぶらり平野くんと題されたコーナーが放送され、平野さんの天然な言動と驚くべきエピソードが明らかにされました。 静岡県を訪れた平野さんは、彫刻アトリエからアームレスリング道場を、足で踏まれるマッサージまで、多彩な場所を訪れて楽しんでいました。その中で、彼が沼津港深海水族館を訪れた瞬間が特に注目を集めました。深海魚の種類が100以上も展示されるこの水族館で、平野さんは高足ガニにテンションを上げて駆け寄る場面が放送されました。しかし、サメが近づいてきたことに驚き、うわ、 サメだ、という子供のような反応を見せたのです。平野さんは、深海魚を観察しながら、映画、エイリアン・ vs プレデター、2004年を思わせる独特の例えを口にし、大いに興奮しました。また、ダイオウグソクムシを見つけた際には、その喜びをコメント。しかし、高校時代の思い出に触れる際には、少し弱視そうなエピソードも暴露しました。彼が学生時代に、 気持ち悪いと周囲から言われた経験を打ち明け、その当時の心情を垣間見せました。番組の中で、平野さんが深海魚を水族館に運ぶ女船を手伝う場面も描かれました。特に印象的だったのは、サメのバケツからの引っ越し作業でした。彼は自身の緊張を洗いに変え、ティアラ、とコメントしましたが、サメの鼻先に触れた瞬間の苦笑いは、そのままの彼らしい表情でした。さらに、 平野さんはイラブリガニを移す作業にも参加しましたが、その見た目の奇妙さに戦慄しました。この瞬間、平野さんは言葉を交えてジュニア時代の騎士、裕太君くんとの関連を描写し、笑いを誘いました。スタジオでは、平野さんのコメントに対して騎士くんが反論する場面もあり、和やかな雰囲気が広がりました。平野ノ仕さんの最新エピソードは、 その明るさと人間味あふれる一面を存分に引き出したものとなりました。彼の自然体な行動や深海魚に対する興奮、そして少し切ない高校時代のエピソードがファンだけでなく多くの視聴者の心に響いたことでしょう。彼の率直な言葉と笑顔が視聴者に新たな視点をもたらし、彼の人間的な魅力をより深く感じる機会となりました。このエピソードを通じて、平野紫耀さんの魅力を再発見し、 彼のこれからの活動に期待が高まることでしょう。この記事では、キングプリンスの平野紫耀さんの最新エピソードを詳細に紹介し、彼の個性的な一面と感動的なエピソードを読者にお伝えしました。彼の明るい笑顔から、少し切ない過去まで、幅広い側面を取り上げ、読者の関心を引きつける内容となっています。